はい、こんにちは、ブロディです。今日は本日から3日間開始されるデリバードレイドについて、解説をしていきたいと思います。デリバードレイドなんですが、前回のリザードンレイドの時のように、マップ上でこのようにキラキラと輝いているところが、デリバードが出るイベント用のレイドになっています。で、今回の目玉になっているのが星5のデリバードレイドでして、こちらがですとテラピースがたくさん手に入りますよというものになっている。で、今回のデリバードレイドなんですが、結論から言いますと、テラピース集めをしたい方は、星5のデリバードレイドだけ行ければいいかなと思います。星3、星4に関しては、テラピース集めにはあまり適してないというか無視して大丈夫です。星5だけ行っていればいいと思います。星6レイドを周回している人ならわかると思うんですが、星5のレイドはそれほど難しくありませんので、育成が済んでいる方であれば、ほとんどがソロで追われてしまうものと思われます。今回特に注意点などもないので、自分が欲しいテラスピースに対応したポケモンをレイド用に育てているかどうかぐらいかなと思います。はい。というわけで、星5の報酬を見ていきましょう。今回僕が倒したのがエスパータイプだったので、上のテラピースエスパー ×2 個が2枠ですね。おそらくここが確定枠だと思われます。で、そこの下のテラピース飛行掛け5格闘虫というふうに5個のテラピースの枠が3枠あるんですが、これがランダムなんじゃないかなと思われます。あともう1個下にテラピースエスパーが1個あるんですが、ここもランダムかなと思う。今回はたまたま20個取れているという感じですね。こちらが別の星5のレイドの報酬になります。フェアリータイプを倒したので、上の2つの枠が確定で、かけ2が2つという感じ。で、その下にノーマルアクフェアリーのかける5が3枠。なので、やはり先ほど話したように、遭遇したタイプのかける2個が2枠確定で、その下のかける5、3枠がランダムと思われます。ちなみにこちらが星3の報酬になっています。星3の場合ですと、テラスピースは遭遇したタイプ ×1 が2枠が確定になっているので、テラスピースを集める場合にはあまり効率が良くないのかなと。テラスピース集めがしたい方は星5だけ回ってれば良いと。星3と星4のレイドに関しては、また意味合いが違っておりまして、おそらくこちらに関しては、金作用のアイテムが多く出る、もしくは木の実が出るようになっていると思われますので、まだ星6などに挑戦できていない方々向けの救済になっているのかなという印象になっている。ですので、もう星6バンバン回しているよって人たちは、まあ星5だけ行ってテラピース集めをすれば良いかなと思います。で、まだテラレイドに挑戦できていないよという人たちは、星3、星4あたりをガンガン回って金作するのもありじゃないかなとは思います。実際星6以上回している人たちっていうのはもうお金にも困らない状況になっていると思いますので、星3と星4に行く意味は、ほぼ木の実を集める以外にはないかなという印象になっております。というわけで最後にまとめをしますと、今回のデリバードレイドに関しては、テラピース集めをしたい方は星5をガンガン回してください。それ以外の星3、星4に関しては、木の実集めをしたい方は星4以下も回ってもらって、星6に挑戦する準備ができていない方々は星3、星4で金作に回るというのが今回のデリバードレイドに関しては良いのかなと思います。まだ始まったばかりなのでまたいろいろと情報が出てくるかもしれないんですが、差し当たり始まったばかりの速報値ということでお伝えをしております。他にも色違いポケモンの動画なども上げていますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。生放送は Twitch でやっておりますので、そちらの方もフォローをお願いします。ではまた何かの機会にお会いいたしましょう。バイバーイ。